こんにちは、ワールドリエタスです。今日は最近の使い切りアイテムを紹介したいと思います。ちょっとね、最近使い切ったものを貯めるようにしてて、だんだん溜まってきたので、ちょっと感想も踏まえながらご紹介していこうと思います。1個目こちら、じゃじゃーん、キャンメイクのキャンディーラップリップ16番のお色ですね。これはね、2016年のキャンメイクのラッキーバッグに入ってたやつで、1年かけてやっと使い切りました。これはすごく良くて、今この16番は売ってないと思うんですけど、冬でも全然乾燥しなかったのでおすすめです。2017年の福袋にも違う色が入ってたので、それも今年中に使い切れるように頑張りたいと思います。次はこちら、ポール&ジョーのリップグロス G02 番。ほとんど色がないようなタイプのリップグロスで、こういうね、ハケのタイプになっているので、すごくね、塗りやすかったんですよ。色味はそんなにこう強くない色、1個で使うことはなかったけど、なんか口紅とかと合わせて使うのにすごく良くて、これね、気に入ってたんですよ。なくなっちゃった。今回2個もグロスがなくなって、私はグロスがないとやっぱり生きていけないんだなと思いました。次はメイクね、こちらハウスオブローゼのアミュールシフォンホワイトニングコンシーラー B ベージュオークルってお色なんですけど、これもね、ほじくりほじくりね、すごい使いました。ほじくりほじくり、美白ができるコンシーラーだったんですけど、これもすごい良くて、カバー力もあるし、メイクしながら美白、この医薬部外品の美白ケアができるっていうのがすごい魅力的で、まあシミが消えたとかは分からないんですけど、今もう一本またリピートして使ってます。メイクはこの辺かな。で、次スキンケアですね。アルビオンエクサージホワイトブライトデュークリーム、薬用美白クリームですね。もう綺麗に使い切りました。これはもうずっと使ってるもので、今もまたリピートして使ってるんですけど、もう安定のいいやつっていう感じですね。6000円はするんですけど、大豆ぐらいの大きさでいいので、あんまり量も使わなくて結構持ちました。2、3ヶ月ぐらいはとざらに使えたので、コスパもいいのと、医薬部外品で美白ができるっていうので、私は気に入って今でも使ってます。もうちょっと夏とかになったら、ちょっとこれは重いかなっていう感じはするんですけど、ベタベタが気になる人でも全然使いやすいクリームだと思います。なんだろうな、こっくりはしてるんだけど、ずっとベタベタしてるっていう感じではないので、めっちゃ乾燥してる時はちょっと正直足りないんですけど、でもお化粧前に使う保湿だったら、やっぱあんまりこうベタ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 してると崩れやすくもなっちゃうので、これぐらいの保湿がいいかなと思います。これは好きです。まだ使います。今も使ってます。もう一個、次、歯の関係のものですね。歯磨き粉なんですけど、ナチュレーズゲートのホワイトニングジェルっていうジェル状の歯磨き粉です。これはアイハーブで購入したもので、海外のミントの味って私苦手なものが結構多くて、なんかサロンパス系だったり、なんかちょっと辛すぎたり甘かったりとか、なんかあって、結構海外のミント私は結構苦手なんですけど、これは日本のミントの歯磨き粉に近い味がして使いやすかったです。ホワイトニングジェルで歯を白くするってやつで、私ね、コーヒー、紅茶、赤ワイン、お茶とか、なんか結構そういう色素沈着系の飲み物を常に摂取してるので、歯の黄ばみが気になってて、まあ私の歯の黄ばみはこれでは1本ではなかなか消えませんでした。でジェルだから、普通のなんかこうクリームっていうの、なんていうの、普通のクリアクリーンとかそういうのに比べたら泡立ちとかも弱いんだけど、海外の歯磨き粉にしては使いやすかったかなと思います。でもリピートはしないです。目に見えてね、歯がね白くなったとかそういうのはちょっとなかったかなっていう感じです。次、こちらも歯なんですけど、去年のハワイに行った時に買ったやつで、テックデントかなのホワイトニングペンっていう、こういうブラシのタイプで歯にこう直接塗って乾かしてっていうやつなんですけど、
予約のやつ1000円か2000円とかそれぐらいだったんですけど、別に1本使い切って、白くなったとかはないかな。やっぱりなんか歯のホワイトニングってこういうケアだと難しいのかなって思うんですけどね。講座誌に載ってていいのかなと思って買ったんだけど、何よりもねコスパが悪いのとね出が悪い。なんか日本でこういう作りやったらすぐクレーム来るでしょっていう作り、ここ回すと出てくるんですけど全然出てこないの。だから本当はまだ少し入ってるんですけど、もう出てこなくて何をしても作りがね雑。これはもう買わないかなと思いますね。 ABC ストアかなで結構押してたんですけど、あとねこれの嫌なところはね多分薬が強いのかなと思うんですけど、夜使ってたんですよ。朝起きると口の中が粘膜が焦げたって感じ、粘膜が溶けた、ちょっと火傷しちゃって、ここの上の口のこの天井の皮がこう剥けることってあるじゃないですか。あんな感じにいつもなるんですよ。薬が強いのか私が合わないのかわかんないけど、なんかそれが結構気になってて、よく使い切ったなって感じなんですけど。次シャンプーコンディショナー、ババンババンババン。前のビーズアップビューティー定期便で入っていたシャンプーとコンディショナー、ボルーテモイストシャンプー、ボルーテモイストヘアトリートメント、香りがねすごく良かったんです。スイートアロマの香りっていうので本当にこうなんか癒されるような、本当にアロマみたいな感じの香りなんですけど、洗ってる時の香りとかはいいんだけど、そんなに強くないから男の人とかでも使いやすいかなと思いました。香水とかボディクリームとかの邪魔をしないかなっていう感じ。ただねこれ売ってるのを私見たことがなくて、どこに売ってんだろうっていう感じなのでリピートはしません。でもまあ良かったです。普通に良かった。ただねこれ一つ私すごく文句を言いたくて、なんか今日愚痴ばっかりになっちゃうんですけど、最初ってこうこれがギュッてなってるじゃないですか、下にこれをね開けるのがね本当に大変だったんですよ。回しても回しても上にポンって浮いてこなくて、ずっとここにピタッとくっついたままなんで、回してずっと回して15分ぐらいかかったんですよ。本当に第一印象がものすごく悪かったシャンプーコンディショナーはあなたたちが本当に初めてです。次ボディショップのワイルドアルガンオイルっていうオイルなんですよ。ボディにもヘアにも使えるっていうアルガンオイル、香りはちょっとバニラとかそっち系の甘い香りがするんですけど、これ全部英字で、韓国の空港でこれが廃盤になるって言ってものすごく安く売ってたんです。これが定価が多分2000円ぐらいで800円とかそれぐらいで売ってたんですよ。でめっちゃ安いと思って香りもすごい気に入ったので3本買ったんですね。これはお風呂上がりにまだ体が濡れてる状態でこのオイルをつけてボディクリームを上から重ねるっていう使い方をしてたんですけど、でラディアントオイルってことでツヤ感が本当に出るんですよ。スプレータイプのこういうシュッシュッってやるタイプのオイルなんですけど、でさらっと水みたいな感じで、なのでベタつきもしないので春先とかも全然これ使えるので、あと2本を消費していきたいと思います。次これも同じ時に韓国の免税店で買ったんですけど、これもボディショップのスパウィズダムアフリカソルトスクラブ、これは未だにまだ売ってる商品でパッケージがリニューアルになってるんですけど、その前のパッケージだからって言ってこれがね1860円なのに1900円とか2000円とかそれぐらいで売ってて半額以下じゃんと思ってこれを買いました。めっちゃ良かったです。塩のスクラブが入ってて本当に細かい塩の粒なんですね。本当になんか優しくスクラブケアができるし、あとはね何よりも洗い流した時のもちもち感っていうのが本当に大好きです。これ私サボンのスクラブがちょっと苦手なんですよ。なんでかというと粒が粗めで肌が敏感になる時期とかに使うと結構ヒリヒリしたりとか、ちょっとこう刺激を感じて赤くなったりとか結構するんですけど、本当に粒がね本当にね細かいんですよ。動画に映らないぐらい細かくて本当にいい。これがめっちゃ良かったのでこれはリピートしたいなと思います。4800円でも買う価値はあるかなっていう感じですね。半年ぐらい持ったかなと思います。10点私の
使い切りアイテムでした。今回のご利用ししたいアイテムはこれとこれかな。本当に気に入りました。リピートも全然したいなっていう感じのアイテムです。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。